8日まで沖縄金秀でセカントリークラブで開催された女子ゴルフの国内メジャー第2戦。ソニー日本女子プロゴルフ選手権は21歳の竹田れを、山江グループ HD が通算19アンダーでメジャー初制覇を飾り、幕を閉じた。今年4月にツアー初優勝を成し遂げてから、わずか5ヶ月で6勝の大躍進。今季日程の3分の2を消化し、年間女王を決めるメルセデスランキング。 MR でも8日の時点でトップを走っている。日本女子プロで4日間、一度も首位を譲らない、完全優勝、を決めた武田。優勝回数だけで見れば、3勝で2位の川崎遥の2倍で、今期の安定度は群を抜いている。当然、MR も2574.51ポイントで首位。初の年間女王に向けて突き進んでいる。とはいえ、 武田も実は安泰ではない。2位で2107.90ポイントの2年連続上王。山下美優とは466.61ポイント差。山下は今季未勝利という異変に包まれているものの、海外メジャー5戦全てに出場し、7月の全米女子プロ選手権で2位に入った。海外メジャー2位で得られる MR のポイントは480ポイントで、 国内公式戦優勝の400ポイントより多いことが山下の順位を押し上げている3日間大会で200ポイント4日間大会で300ポイントを得られるため今後仮に武田が2週連続欠場もしくは予選落ちで山下が2週連続優勝ということになれば一気に逆転もありえる状況だ海外メジャーでのポイントが MR に反映されるため 7月のエビアン選手権で日本人4人目のメジャー制覇を飾った24歳の古江彩香は、今季国内2試合しか出場がないにもかかわらず1171.99ポイントで9位。国内で出場1試合の最後真央も全米女子プロ7位で得た589.00ポイントで25位となっている。ルーキー勢では、昨年のプロテスト1位通過の清本美波は149位と苦戦中。 ルーキーでトップはマサダユメノの56位だが、来季シード権を与えられる50位以内には入れていない。しかし、8月の NEC 軽井沢7-2で2位に入り、以後4試合で2度のトップ10入りを果たすなど状態は上向き。シード権内に食い込む勢いを見せている。